まで誰もが予想だにしなかった大勝利を収められ世間をあっと言わせられた。そしてその勝利に藤吉郎が裏でいろいろと手を打っていたことを信長様もご存知で、猿、次はあれじゃ。あちらは美濃、美濃でございますると。ああ、そのために須磨田に城を作る。須磨田は美濃の領地でございます。それをやるのだ。しかし藤吉郎が心配した通り、須磨田築城は失敗の連続だった。今川には勝ったのに、どうして美濃には勝てんのかの。美濃には標本家がいるからだ。標本家。ああ、それもすこぶる秀でたやつだ。いやだがな、我が織田家にはこの通りたくさんの鉄砲があるではないか。この鉄砲が束になってかかっても叶わぬぐらい頭が切れるのだ。おい、その評価ってのは誰なんだ。あ、そんなことも知らんのか。竹中半兵衛重春じゃないか。竹中。ああ、そんな名前聞いたことがあるようなないような。頼りないやつだな。竹中半兵衛といえば若いが当代一の軍師だ。稲葉山城を乗っ取った話を知らんのか。城を乗っ取った。殿、隣国すべてがこの美濃を虎視眈々と狙っているこの時勢、この無残、今この時も国境を守る兵たちのいることをお忘れか。そこだ。半兵衛がそんじょそこらの田舎侍と違うのは、上杉、武田、朝倉、あちこちから同盟すれば美濃一国を安堵してやると言われたのに、主人をいさめるためにやったことだからと城を辰沖に返してさっさと帰ってしまったのだ。美濃をやると言われたのに返した。そうだ。三十貫取りになっただけで浮かれてる誰かさんとはえらい違いだな。竹中半兵衛に会いたい。そうじゃ。会ってどうする。いや、それは分からん。じゃがどこにいるんじゃ。当代一の奥石というのはどのようなものか会おうてみたいんじゃ。お前なら知っておるだろう。乗っ取った稲葉山城を辰沖に返した後は自分の城を弟に譲って姿を消しておった。近江にいるという噂であったかな。近江か。じゃが今は美濃に戻っておる。あ、で半兵衛はどこにいるんじゃ。お主本当に行くつもりか。美濃は毎年戦をしておる敵国じゃ。織田の家臣だと知られたら生きては帰れんかもしれん。いや、そんなことは構わんのじゃ。ほらな、とにかく半兵衛に会いたいんじゃ。お主という男は関ヶ原の東に栗原山という山がある。旦那様。
姿でどこへ行かれるのですか。起きたんか。心配かけてはならんと思ってな。ちょっと美濃まで行ってくるわ。美濃へ。今日は帰れんかもしれんな。おやめください。もし織田家の家臣と分かったらどのような目に遭うか。どうしても行かねばならんのだ。すぐに帰ってくる。可愛いお前を残して死ぬわけにはいかんからな。じゃあな。竹中半兵衛殿のお住まいでござるか。どちら様ですか。あ、私は木下藤吉郎と申しまする。半兵衛殿にお会いしたく、はるばる尾張よりやってまいりました。兄はどなたにも会いません。半兵衛殿に聞くだけでも聞いてはもらえませんか。やはりお帰り願いということでした。ああ、さようでござるか。ああ、ではこれを持ってまいったゆえ食べてくだされ。困ります、持って帰ってください。いや、また持ってくるのも難儀。なお願い申す、これはそちらへ。ないえ、兄に叱られます。竹中半兵衛殿でござるか。私は織田信長の家臣、木下藤吉郎と申しまする。織田家の。それにしても肝の太いお方だ。私は家督を弟に譲ったとはいえ斎藤家の家臣です。美濃と尾張は今も砂畑で戦をしておるというのに。当代一の軍師がどのようなお方かと思うたら、もういても立ってもいられず、このような姿で参りました。半兵衛殿、無礼の儀はお許しを願いたい。今申された砂畑築城の儀でござるが、佐久間様が失敗なされ、こたびは信長様のいとこ織田景雄様に命ぜられました。半兵衛殿は築城がなると思われまするか。あなたはどうお思いですか。はあ、正直言って難しいかと思われまする。ごめん。砂又は美濃の領地じゃ。尾張には美濃のように兵略を考えるような者がおらん。もし半兵衛殿が尾張にいてくだされればできるやもしれませんぞ。美濃を落とさねば織田殿は京に登ることはできますまい。その通り。ああ、いや、これありがたい。では頂戴いたす。そうそう、どうぞ。オラは武芸はからっきしダメだ。それであなたのような知略が欲しいと思うて弟子にしてもらおうと思ったが諦めました。なぜです。ほら、じっとしてるのは性に合わねえ。あそこに書いてあるものをみんな覚えろというのはとてつもなく無理な話だ。それでと言っては失礼だが、半兵衛殿、織田家の力になってはくだされぬか。私は隠居した身です。どなたに仕えるつもりもありません。もったいねえ、もったいねえや。織田家のためじゃねえ、天下のための喪失だ。半兵衛殿、あなたがじっとしていられないように私はここで書を読んでいるのが書に合ってるのです。
この尾張に道山様をお祭りしているところがあったとは存じませんでした。このことは親方様も知りません。月命日にはこうして亡き父上に会いに来るのです。おなごは一度嫁いだら里帰りもままなりません。私など夫と里が戦をしているのですから。何故に怒っておられるのですか。武家の娘に生まれた定め、戦の道具、私はお市様、何も申されません。何も。猿。はあ。女心とはいかなるものか。女心。うん。女心とは秋の空でございます。秋の空は、女というのは気分屋でコロ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 変わるんでございます。うちのネネなんぞは今怒ったかと思うともう笑っておる。まったく困ったものでございましてかようにさようなものではないかと。ならばお市の女心を晴らしてみせ。は、お市の野遊びの友をせ。ねえか、あの身の程知らずがおかぼれか。それさあ、おじさま。ここへは幼い頃よく来ました。でももう来ることはないでしょう。そんなことはございません。この藤吉郎がいつでもお供を申し上げまする。私は兄上が戦に勝つための道具です。その使い道が兄上のお心の中ではもう決まっているような気がするのです。お市様、お市様が道具なんてことはございません。おらにも妹がおります。その気持ちはよくわかります。おらの妹はやかましくて大ぐらいのおじさまとは似ても似つかねえ娘っ子だ。だがおら妹にはいい亭主を持って幸せになってもらいたいと思っております。親方様もきっとお市様にそう思ってるに違いございません。出過ぎたことを申しました。お許しくだされ。私も そなたの妹ならよかった。
長吉郎。はあ。これをそなたの妹御に。誰のことです？様は切腹なさいました。これ以上砂又にこだわるのは無益かと。黙れ。言い訳など聞きとねえが、誰かおらんのか。猿。はっ。うなどうも。遠慮の申してみよう。私でございますか。親方様にはどうあっても美濃を討ち天下を取っていただきとうございます。お市の方様のためにも、そのためにはこの清須は稲葉山に遠すぎます。角又は稲葉山に近く、街道の要にもなっております。角又を抑えれば美濃の動きも鈍りましょう。ここはどうあっても角又に城を作るべきかと。よう言うた。その通りじゃ。角又築城のこと猿に任せた。入り用のものがあれば何なりと定の神に申せ。私にでございますから。猿、分かっておるであろうな。はもししくじったら生きて帰ってくるでないぞ。なんで角又に城が必要だなどと言ったのだ。できなかったら生きて帰れんのだぞ。困ったな。諦めてはいけません。何か方法があるはずです。そう言われても、ほら妹が大根しか作ったことがねえ、城は作ったことがねえ。分からなければ知っている人に聞けばいいのです。知ってる人。又右衛門殿、頼む。これができんとおら腹を切らねばならんのだ。いや、おらの命はええ。城ができんと親方様は美濃に負けてしまうのだ。又右衛門殿、この通りだ。そんなことしても無駄だ。敵が攻めてくるようなところでどうやって不審ができる。戦はおらたちがやる。要は敵が攻めてくる前にあらかた作ってしまえばええのだ。速さが問題だ。どうやって早く作る。そこを又右衛門殿に教えていただきたいのだ。無理だな。城は子供と同じで早を産んだり遅を産んだりはできん。されました。切腹じゃ。ああいかん。やっぱり無理じゃ。土台敵地に城を作るなどできるわけがない。こうなったら逃げるか。
様の言いつけでお主が逃げぬよう見張っておる。それでも友達か？友達ではない。心配するな。どうしても思案ができぬ時は見なかったふりをして逃がしてやる。城を作るのはここだ。その前には須野綿川がある、うん、後ろが木曽川だ。おう鎌倉、うん、一話か。お前らは美濃に入って親方様が伊勢を攻めると噂を流せ。分かった。又右衛門殿はなるべく大勢の大工を集めてもらいたい。それじゃ今までと同じじゃねえか。いや、大工を連れてくるのは須野綿じゃない。藤吉郎、頭は大丈夫か？須野綿に城を作るのに、須野綿に大工を連れてこないでどうする？身を抜かすかこの竹。竹だか。私は藤吉郎に頼まれたからお前たちを呼んだだけだ。そりゃ本当のことだ。いや、俺が信瀬に会いてえって頼んだんだ。それはな、信長様のためでもねえ、お主たち信瀬のためなんだ。なんで俺たちのためなんで。お主たちいつまでも野伏せりでいるつもりか。孫子のためにここは一家を起こし侍になりてえとは思わねえか。須野綿の城は気づき取りにしろと信長公は言われた。もし城ができたら俺は城主だ。そん時はみんなを家来にしよう。家来、世の中はこれから変わるんじゃ。その時美濃や尾張の野伏で天下が統一されるのを指をくわえて見ておるつもりか。ここはなお主たちにとって百年に一度の機会なのじゃ。男の一生に一度きりの働き場所なんじゃ。わしは藤吉郎に乗る。分かった、出ろ。よし、分かった。野伏たちが集まり密かに木を切り出し始めた。
永禄9年9月12日藤吉郎を総大将とする野伏役2000が夜の闇に紛れて木曽川を渡り砂俣に城を築き始めた。組み立てていくとはうめえこと考えやがったな。さあ急げ急げさあ急げ。竹中半兵衛様がお見えになりました。竹中半兵衛が。はっ。これは竹中殿、このようなところへどうして。織田がまた砂俣に城を築こうとしていると聞き、余計なこととは知りながら様子を見に来ました。それはご心配おかけして申し訳ない。しかしその懸念には及びませぬ。今度の大将は木下藤吉郎とかいう聞いたこともない男だから。だから作らせておいてできたところを乗っ取るというわけですか。おかしいと思わねえか。奴ら一度も攻めてこれ。城を作らして乗っ取るつもりだ。そうはいくか。一泡吹かせてやろうが。明日美濃方は動く。出るも地獄か。残るも地獄。ならばこの命見事散ってみせようか。俺は藤吉郎を大名にすると約束した。お前たちの命この孤独が預かった。藤吉郎、こうなることは鼻から覚悟しておったはずじゃ。覚悟はしておった。悲しんじゃ、ほら悲しんじゃ。猿、ようやった。はあ。約束通り砂俣城は宇野にくれてやる。ありがたき幸せにございます。これで宇野も一条の主だ。名乗りがいるの。その昔朝比奈三郎義秀という男が鎌倉への道を一夜で開いたという。それにあやかって義秀というのはどうだ。もったいのうございます。しかし吉野寺は将軍義輝様と同じにて恐れ多いかと存じまする。
では吉凶の吉、吉の字に変えてはどうだ。うん。ではそれを逆さにいたし、秀吉と名乗りとうございます。よかろう。これからは藤吉郎秀吉と名乗れ。はっ。須の又城、どんなことがあっても皆に渡してはならぬ。必要ならばどれだけでも兵を連れて行け。いや、これまで手を貸してくれた者がござりますゆえ、その儀は大事ござりませぬ。そうか。親方様、お願いの儀がござりまする。何じゃ。須の又築城の折に戦に倒れた者たちのことでござります。野伏どもか。人はない。祭りの唐なすに情はいらぬ。二度と言わすな。親方様はそう申されたのですね。ああ。でもこの人たちのおかげで旦那様は一国一城の主になられたのですよね。そうだ。親方様には大層のお考えがあるのでしょう。でも私たちは生涯この人たちを忘れぬようにいたしましょう。出来上がった須の又城を拠点に信長様は身の攻めに取りかかられた。さすがに稲葉山城は東国一を謳われただけの城でござった。織田が攻めてきおる。小僧じゃ、小僧じゃ、兵道を引き上げたぜ。はぁ。半年や一年は持ちこたえられるだけの兵糧を溜め込んでおると思ってよいでしょう。半年も清須を留守にできるか。三日じゃ。三日で落とせ。誰か策はないのか。役立たずどもが。半兵衛殿、木下藤吉郎でござる。聞いてもらいたい儀がござって稲葉山の陣から馳せ参じました。戸を開けてくだされ半兵衛殿。お、今男、半兵衛殿はおられるか。せっかくおいでいただきましたが、兄は病に伏せっております。しばらくはどなたにもお会いしないと申しております。お加減が悪いと受け止まって、これを持ってまいりました。何度来られても私は織田家に仕官するつもりはありませぬ。しかし不思議だ、あなたのように自分の命を顧みず主君に仕える者が終わりにはいる。美濃には、いや終わりのほかどこにもそのようなものはおりませぬ。信長様はそれだけ大きなお方なのです。信長様は生まれや血筋で人は見ません。仕事をする人間を大事にしてくださる。なるほど、そうでしょう。信長殿はよく働く者は取り立ててくれる。しかし反対に凡庸な者には冷たい。信長殿は
家臣を刀や馬と同じ自分の道具だと思っているのでしょう。では半兵衛殿はどうしたらよいとお思いか。わしは戦のない世の中にしたいのじゃ。それができるのは信長様だけじゃと信じておる。木下殿のお気持ちはよくわかります。しかし私のような戦学被災の者には返答のしようがございません。木下様。兄は自分はせいぜいあと5年の命だろうと言っております。木下殿、お願いの儀は諦めました。あの万年竹は勉学のお邪魔をしたお詫びでござる。需要競争に効くそうじゃ。煎じて飲んでくだされ。ではごめん。木下殿、この半兵衛で役立つのならいかようにもお使いくだされ。半兵衛殿、それはまことでござるか。ただし織田殿にはお使いいたしません。木下藤吉郎様にお使いいたします。ありがたい半兵衛殿。そのお言葉、この木下藤吉郎忠誠忘れませぬぞ。どうしてお尋ねにならないのです。稲葉山城攻略の方策を聞けば教えてくださるというのか。斎藤は半兵衛殿にとっては親の代からの主君じゃ。裏切ることなどできますまい。竹中半兵衛殿はそのような男ではござるまい。ここはよい、すのまたの城へお帰りくだされ。失礼いたします。半兵衛様にこれを着ていただこうと思いまして。絹ではございませんか。このお城を作った褒美に親方様からいただいたのです。それなら藤吉郎殿が。藤吉郎が半兵衛様に来てもらえと。私のようなものにどうして。藤吉郎は半兵衛様は自分の師匠だと言っています。私の知っていることなど書物から得たものだけで、藤吉郎殿の最地に比べればつまらぬものです。藤吉郎は嬉しいのです。古今のさまざまなことをご存知の半兵衛様のようなお人が自分の与力になってくれたことが嬉しくて仕方ないのです。藤吉郎の望みです。来てやってください。
ながらの道というのがございます。え、地元の漁師だけが知っているながら川から稲葉山に登る抜け道です。藤吉郎殿に知らせてやってください。殿、奥方様より火急の知らせにございます。ねえねえか。半兵衛殿、時郎、必ずや手柄を。登ったら二の丸の城門を開ける。開けたら氷炭を振るから待ってろ。うん。稲葉山城も信長様の手に落ちたのでござった。信長様は麓の井の口を岐阜と改め、自らも岐阜城を居城とすべく入城なされたのであります。そしてこの時から信長様はいつぞや尾張の国境で藤吉郎に見せたあの天下不武の印鑑を用いて天下にその志を明らかにされたのであります。藤吉郎。はっ。妹子はどうしています？相変わらずあれが欲しい、これが食べたいと子供のようなことばかり申しておりまする。短い間でしたが、そなたには世話になりました。長政殿に嫁ぐことになりました。織田の家に生まれた時から今日あることは覚悟しておりました。藤吉郎の妹子には好いた相手と添わせてやってください。この一の代わりと思って元気です。見上げた空は青の山を。おいさま、あのおいさまが浅井長政様にこし入れする。親方様はなんでそんなことをおっしゃるんじゃ。